どうも、小沢クラブです。今回は我々この小沢クラブにとってとても大切な未来、この未来を導いてくれる素晴らしい方が来てくれております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。公認会計士、税理士 YouTuber の山田晋也です。お願いします。さあ、公認会計士、はい、税理士 YouTuber の山田晋也さん、はい、ちょっとごめんなさいね、はい、どういうこと？難しいと思うんですけど、はい、前に小沢さん会社作りたいと、まあ、僕はもう会社作りたいなと最近やっと思いました、うん、で、聞いたところ何も知らないと。全く知りません。作り方も知らなければ、まあ、何が得なのかとか。いや、実はね、はい、まあ、僕もう40後半になりましたけど、僕らの同世代先輩後輩でも、はい、まあ、大体みんな普通にお給料いただけるようになってご飯で食べれる、はい、みんな30ぐらいになるとそれなりの生活しだすとみんな会社作るんですよ、はい、うん、あ、芸能人の方はそうです ね、僕はそれがすごくかっこ悪いことだと思ってて、うん、節税会社みたいなのみんな作るじゃないですか、うん、はい、そうですね、税金を納めなさい、ちゃんと、うん、この国のためなんだからと、うん、ね、ガードレール、信号、はい、ね、作るためなんだから、別に税金払うのは当たり前のことだし、節税って何の意味があるんだろうと思ってたの、はい、で、僕は音楽好きなんですけど、はい、僕が好きなロックンローラーパンクスたちが、はい、節税会社なんか作るかなと思ってて、はい、だけどずっと言われ続けたの、はい、節税会社じゃないけれど会社を作った方がいろいろ得だよとか言うの。その度俺は言ってたの、はい、損得で生きてねえよ。もう6月ない？ありがとうございます。まあでもね、まあ、僕もある程度の年齢になり、はい、ちゃんと本当に会社作って、はい、というのも、はい、この YouTube、はい、スタッフたち申し訳ないんですよ俺。え、どういうことですか？なんか発給でやってくれてて、あ、そうなんです、ね、もう行為だけでやってくれてるような、はい、やりがい搾取っていう。でもこれ誤解されないように言うけど、これ誤解されないけど、この YouTube 立ち上げるときに俺最初に言ったよね、はい、俺は本職は、はい、漫才師で、はい、テレビとかで漫才やったり、はい、番組出ることが本職だから、ここでの儲けは全部君たちにあげるって言ったの、うん、そしたら彼が、はい、そういうわけにはいかないって言って振り込まれてたから、何いらないって言ったのに入ってんじゃんと俺が言ったら、うん、半分もらってますっていう。でもね、見ると半分じゃん生活できるのかなって分かっちゃうんですね。確かに ね、だから会社としてみんながハッピーになる方法ねえかなと思って会社作ろうと思って、はい、なるほど。一ついい情報があります。僕はまあ、芸能人専門の会計事務所やってるんで、うん、いろんな芸能人の方の会社作ってきました。ロックンローラーも会社作ってます。それいいニュースって言うけど、はいはい、俺にとってはバッドニュース、はい、何ロックンローラーは会社作ってんの、はい、バッドニュースでもそれは節税のためだけじゃないんですよ。そうだよね、会社作った方がみんなをハッピーにさせたいんだもん。具体的に言うと社会保険に入れるとか、それがね、その辺も教えてほしいの俺保険とか、うん、だからまあみっともない話になるかもしれないけど、うん、年金でも税金でも、はい、言われた額を全部払ってるの、保険でもね、わからないから、はい、で今ついてくださってる税理士の方にもう聞いてもらってもいいけど、はい、無理な節税なんか一切しないで多めに払っていいからって言ってるの、ね、なんか嫌だから、はい、ズルしてると思われるのがとにかく嫌だから、はい、だからなんかここまで言い過ぎるともし何かあったらやべえなこの後ね事件になってきたねまあでも、はいはい、基本はそういう考え方なの。なるほど、はい、だから別に儲けたいとかじゃなくて、うん、まあ、なんかあった方がいろいろいいよっていう。で僕はね、仲のいい作家も会社作ってて、はいはい、ダセえなとか言ったことあるのそしたらその作家は言うの、はい、会社作ってない方がダサいよって。え、どういうことって言ったら、会社作ることによってちゃんと社会に貢献してんだよって言われたの、うん、それも結構俺は背中を押されたかもしれない、うん、そうですね。個人の時は所得税が高いって話ありますけど、法人は法人で法人税払ってますからね、一緒なんですね。そういう意味ではちょっともう、あ、そう、難しい、あ、すみません、もう難しいな。了解しました。だから3の段までにして、今日掛け算でいうところ掛け算で、今もう7の段の話したじゃん。3区27までまで、ね、にして了解です、了解です、分かりました、うん、会社なんで作りたいかっていうお気持ちはちょっと分かったんですが、分かってくれました。
なんとなくは分かりましたが、まあ、会社ありますね。会社作るために必要な要素って、まあ、よくある3つあるんですよ、うん、クイズ出すと終わんないと思うんでありますけど、うん、よくよく聞く多分、ね、こういう言葉聞いたことありますかね。人物金っていう、ね、カタカナで書きました。どういうこと？僕も困るんですが、人と物と金があれば会社は作れます。え、会社作るのにお金もいるの？お金います。ただじゃないですね。もうちょっと会社の前に1個話すると、法人って言葉します？法人、法人聞いたことあるけど、うん、意味わかる？法人、嘘だろ。そうなんですよ。普通人って、これ人にさせてください、うん、人って、まあ、生まれてくるのただじゃないですか。お父さんお母さんいれば、まあ、生まれてきますよね。これ人です。で、法人っていうのは法が作った人なんで、法律がもうこれは別人格ですと。こっち小沢さんとしますと、うん、でこっち例えば株式会社小沢さんとかしますか、うんうん、株式、うん、で例えば、うん、ここが、すごい大借金して倒産しましたって言っても、うん、こっち別に自己破産とかしなくていいとか。あ、わかりやすい。別人格なんですよ。ここはもう全然違う、別の人ですよって、法が作った人ですよっていう人を作るんで、それなりの手間暇金はかかるんですよね。法人化って言葉聞いたことある、はい、そういうことな、まさにそうです。個人事業やったけども法人化しますよってなると、新しい別人格を作ると。人を沢はどこ行っちゃうの？人沢はずっといる？います。はい、だから消えないです、消えないです。これは寿命の、小沢はいなくなりたくない。小沢は寿命があると大丈夫です。あれば、はい、はい、地球上います。こいつ毎日元気に暮らしてる、うん、暮らします。なぜならばここからお給料を払われるんで。え、小沢から小沢に？はい、あ、株小沢から人小沢に、はい、お給料払れますんで、それで生活してください。じゃあ、いわゆる今僕はホリプロ所属です。はい、はい、ホリプロからまずどこにお給料がいくの？仮に会社を今までだと人小沢にあのペリカで払われてたんですけど。ああ、なかなか監獄というか、ここなんか地下っぽいですもんね。ノリいいね。そうですね、ここね。だからこれまで小沢さん個人に払ってたペリカが、株小沢にペリカが払われるという。ペリカで行っちゃう？ペリカで行っちゃうの？ペリカ円に戻していいよ、円に戻そう。そのまま払われて、ここからこっちに給料払われると、こういう仕組みですね、うん、なるほど。なんで、まあ、ただこれを作るにはこの人物金がかかると。で、人っていうのは、例えば、うん、代表者は誰だと。え、会社には代表者がいるわけね、はい、よく社長って。小沢でいいわけ？そこはこれが簡単にそうはいかないんですよ。え、なんでこれ普通ね、芸能人でもそうなんですけど、代表者社長自分自身っていうケースもありますが、うん、代表者は代表者でいろんなデメリットもあります。一つで言うと、あ、よく会社の登記って聞いたことありますかね。赤ペン、ちょっといい、あ、難しい、もう登記何の段、正直言って。いや、登記ね、3の段ですね。まだ登記3の段3段です。はい、登記ます。この掛け算マジレベル高いじゃん。難しいです、うん、これも芸能人の方、それこそ子役からお年寄りまでちゃんとこれちゃんと理解してもらってますんで、はい、会社作り、子役さんは会社作ります。それは、会社っていうのはこれ非常にですね、公的なっていうか公は大丈夫ですかね。公は分かるわ。公は会社以外でも使うわ。難しいな。公な、組織なので、うん、基本的に会社ができると、この会社、ここに会社が存在しますよ、住所これです、やることなここですっていうのを一応公にしなきゃいけないんですね。それを登記っていうんですよ。だから登録を記入とか記録するで登記、うん、はい、そうです、登録記入ですね。素晴らしい、難しい言葉で言うから。こういう勉強するのがいいですか？勉強中高でやってないじゃないですか。なめんな。まあやってないけど、日々勉強と思って生きてるから今日は実に楽しい。俺勉強好きなの。あら、よかったです。いや、理解早くて。で、まあ、これこの登記って言われるものはですね、みんな世の中の人みんなが見れるんですよ、その会社の情報って。え、みんな見ようと思ったら見れます。じゃあ例えばうちの相方が持ってる会社の情報とか、はい、俺調べようと思えば調べる、見れます。はい、会社名を知っていれば。株下げてなので、例えば今会社の名前知らないわ。でもそうですね、あ、それ今すごい
いい伏線というか、会社の名前小沢さんが知らないっていうのが実はすごい大事なポイントになってきます。何どういうこと。ちなみにこれ登記簿謄本で、これ僕が昔作った会社なんですけども、これ登記簿、実際の登記簿なんですけども、これを、はい、会社作ったらこれが渡されるわけ。渡されます、はいはい、漏れなくもらえますし、でこれで何の情報が出るか、公にされるかというと、まあ、会社名、あここに理事として入ってる、はい、住所、そうなんですよ。これ僕これ財団なんですよ、理事なんですけど。財団、まあ、ここ、これ財団ってスピードワゴン財団以外にあんの。よくご存知。僕はスピードワゴン財団は知ってる。スピードワゴン財団が好きで財団にしました。財団作ったんです。俺スピードワゴン財団が好きで、うん、スピードワゴンにしました。でしょうねって。一緒です、一緒です、一緒です。はい、ちょっと待って、はい、この今日勉強の回なのかふざけてる回なのかまあどっちもありがね、はい、まあまあそうですね。でこの登記をすると、まあ、住所、あと会社の何やるかっていう、これも書かなきゃいけないの。目的、はい、目的、これ決めなきゃいけないです。こんな難しい言葉で書かなきゃいけないの。これは自分がこういうことやりたいなって言ったら、その専門家の人が、あ、文にしてくれるんだ、はい、法律の文章にしてくれるんで、それは大丈夫です。そうですね、よくご存知で。抜かれた抜き返すぞ、で代表者、一番トップの人の住所が書いてあるんですね。これトップはこの場合は誰になるの。これ山田信也って書いてるのが理事がトップなの。これだとそうですね、代表理事っていうのが。ああ、代表がトップね。なんで、ここに僕の自宅が諸バラしてます。あ、会社作ると、はい、自宅の住所、これありがとうございます。はい、どんどん前です。会社の住所じゃダメなの。会社の住所も乗っかりますし、代表者に関しては自宅バレします。あんまり良くないのかな、はい、やっぱりこのご時世で、やっぱ10年前、20年前は良かったかもしれないですけど、ね、今のご時世誰も見れちゃうんで、誰が5チャンネルにばらすか分かんないんで。5チャンネルってあるの。2チャンネルの時代じゃないの。2チャンネルが今ちょっとバージョンアップして5チャンネルになってるんですけど。俺何にも知らない。俺会社のこと以上に世間のこと何にも知らない。5チャンネルって俺ふざけたと思ったもん。今5チャンネル、5チャンネル、なので代表者を、自分にしないってこともあるのか。自分に会社名を結構公にする場合は代表者を、ね、変えるケースもありますし、いや自分が代表者の場合は逆に会社名を絶対言わないんですよ。でも会社名つける奥義でここでやりたかったのよ。ああ、なるほど。じゃあもうでは井戸田さんが会社名の知らないのは多分だから知られてるのはそういうことなんですね。そっか、じゃあいや僕の友達が会社名も、はい、名前も会社名も言わないけど、はい、誕生バナにしてるのよ。おー、だからおしゃれな花の名前の会社の名前だから、うん、俺も誕生バナにしようと思って10月10日の誕生バナ調べたの、はい、松茸だった花やったね。すごいカテゴライズ。でもこれね、この話惜しいのが、うん、サイトによって違うのよ。松茸って出るサイトもあれば、うん、違う花が出る時もある。だから俺も松茸にしようかな、その友達のこと好きだから、うん、俺も誕生花にした松茸って言いたかったんだけど、うん、もうやめた方がいいね。だからあの誰かが使ってる会社名は使えないんだよね。いや使えます。え、今は使えます。なので芸能人の方の中にはめっちゃ多い名前をつける方もいらっしゃる。あえてね、あえて、 あえてなんか、例えば よくあるのは、まあ、田中工務店とかだったら田中工務店にしちゃえば日本に10以上あるんで多分。それさ、うん、田中工務店って仮に名前だとして、はい、代表とか社長が小沢でもいいわけ。そこ問題ないです。田中工務店なのに、ね、関係ないです。なんか嘘ついてるみたいで嫌だな、うん、そうですね。例えばその楽天とかすごい大きな会社あるじゃないですか、はい、社長はミキタニさん。はい、住所分かります。住所分かっちゃうと、はい、なぜならば、はい、分かっちゃう、本当に分かっちゃいます。例えば小沢さんなんて生放送やってる時には家にいないって言われちゃってるから。ああ、そうか、生放送中だと盗難とかもあるから、うん、家がバレると危ないってことか。そうですね。そうだから会社作るので意外とそこからまずこれ、なるほど、ね、この代表者誰にするか実は一丁目一番地なんですよ。ここがいつもね、ここ突破するのがまず、ね、一コマ目ね。一コマ目まさにまだ一本漫才でいいつかみね。ここが決まればスムーズに進む。ここで受けなかったら終わりです。もうずっともう無理ですって。俺らつかみ作るタイプの漫才師じゃねえんだよね。そんなことない。面白いと思います。でもすごい勉強になるね。すごい分かりやすい、話しやすいからポンポン進んで理解分かるし、だからメリットとデメリットも聞いちゃうと基本ね、損得で生きてねえよとか、ズルしたくないよって言うけど言うじゃん、はい、やばいよ怖いよってまあそうすると俺ビビりだから、はい、そんなんならやだ、だったら面倒くさいから会社作りたくないになっちゃうのよ。なるほど、うん、だから僕の話を聞いていただいた結果やっぱ作らないっていう選択もあるよね。ありますね。なるほど、
ありがとう、すごくいい、それは。で、まあ、代表者の場合ね、その自宅バレリスクがありますよっていうのはちょっと欠かせないんですが、それ以外にも、じゃあ実際この登記の手続きとか、うん、あと銀行口座をね開きましょうとか、銀行口座、あと今の時代は、法人なら法人カードを作りましょうとか。法人カード知ってた、はい、法人のクレジットカードですね。自分が持ってるクレジットカード以外に、ね、会社のクレジットカード、会社はクレジットカードで支払いするの？はい、そうです。会社の法人のカード、株式会社小沢名義のカードが別人格ですから。松茸ね、はい、松茸、松茸もね、松茸もね、いいわいいわ仮にね、仮松茸ね。で、まあ、こういったもろもろを、じゃあこれ誰がするねんって話ですよ、うん、小沢さんできますかっていう、ま、やってくれる人、え、違うの、これやってくれる人は誰、山城マネージャー、まあ、マネージャーのケースもありますけど、実際これはある程度は、例えば手続きだったら行政書士と言われる専門家がいたり、ね、まあ、税理士が何かやることもありますが、基本的にはこれを会社の人がやらなきゃいけないんですよ。これって代行ができない、弁護士に高いお金払ってもいいんですけど、基本的にはこれをじゃあ誰がやるんだっていうところで、だいたい芸能人の作る会社でここでつまずきます。そういうのもろもろ考えると、なんかちょうどいいお暇な人が一人いないと、なかなか芸能人の会社ってね、回んないんですよね。暇暇やってくれる、もし